上場廃止などのデマをいくら打ち消しても株価が下げ止まりません。これは一体どういうことなんでしょうか。うちからの発表が市場から完全に無視されている。なぜなんだ。今のままでは内部留保を下回る費用で会社を買い取られてしまいます。とにかく我々の手で株を買い支えるんだ。それは進めているのですが、買った株がすぐに下がるので資産がどんどん目減りしています。ちくしょう、悪循環じゃないか。なんだ、何か用か。今忙しいんだ。私があなた方の持ってる株を買ってあげてもいいのよ。何を言い出すんだ。若元よせ、こんなやつ相手にするな。最後に勝ってればいいんだ。そして勝つのは俺たちさ。最後に勝ってればいいんだ。そして勝つのは俺たちさ。最後に勝ってればいいんだ。そして勝つのは俺たちさ。Thank you.